パーです正月休みが明けて僕も久々にトレーニングをしました。まあ重さをちょっとね、抑えながらやってくださいっていうふうには言ったんで、まあ僕もちょっと抑えながらね、量も抑えめにしてやったんですけれども、まあそれでも、ちょっとね、いつもよりもちょっとだけね、あの時間が空いた、期間が空いたという感じ、少し体が怠けたかなというのまああったんですね。で、そんな中で肩のショルダープレスやりました。まあもちろんサイドレーズもやったんですけども、 ショルダープレスをやって、今回ね、新たに発見したことがありました。 ていうか、ま、実際に新たにではないんですけど、前も同じようなことがあったんですけれども、今回再確認したといった方が、ま、正しいかもしれないんですけども、久々にこうやってトレーニングをすると、ああ、こういうことがあるのね、こういう使い方をしてるのねっていうね、新しい発見、もしくは再認識というのがあるんですね。まあ、もしかしたら皆さんもこの正月期間ね、1週間そこからで何もしてない、ちょっと時間が空いた中で久々にやったら、何か発見があったんじゃないかなと思うんですね。で、これがすごい大事なんで、今日はね、僕がね、久々にトレーニングを 発見したことと再確認したことこれをね紹介していきたいと思うんですねまあ結構細かいことではあるんでこれですごい痩せるとかすごい筋肉使っていうわけではないんですけどでもこれもね筋トレをやっていく中で、ね、すごい大事だよという話なんですねで僕が久々にショルダープレスをやって新しく発見したこと再確認したことというのがですねまあショルダープレスというのはこうやってね上に持ち上げていきますけれども まあ、ショルダープレスというのは基本的にはこう三角筋を使ってますね。三角筋のトレーニングになります。なんですけど、まあ、三角筋もね、ちょっと筋肉痛が来たんですけど、思った以上に筋肉痛が来たところ、で、普段は来ないけど、思った以上にこの期間が空いたから来たところというのが、このね、後ろのね、この肩甲骨の間のこの上のあたり、ここ、ここ、ここの、 僧帽筋の、まあ、上の方僧帽筋の上といっても、目一杯上じゃなくて、この目一杯上い上の方はちょっと後ろが。でも、下の方じゃなくて、肩甲骨の中盤からちょっと上あたり。で、そこの下にある両形筋。それから、おそらくですけど、おそらく肩甲骨から頭蓋骨の方まで伸びている肩甲虚筋という、ここのね、肩甲骨の内側の角を中心としたエリアのあたりが、すっごい筋肉つきたんですよ。 でこれ久々にやると結構あるんですけれども、まあ、ショルダープレスというのはこうやって上に上げます上に上げるんですけれども、うん その時ってまあ腕をね、こうぐっとこっちに持っていきます。で、ここの位置で上げていく。で、そうすると、この後ろ側はやっぱり締めた形で上げていくわけですね。締めた形で上げていくので、普段の姿勢だとやっぱりね、さすがにこれは腕はこっちに来てるし、まあ、僕はすごい猫背ってことはないですけども、この腕を上げてるのに比べたらまあ手がこっちに来てこういう形ですよ。これがこの状態で支えるというのは、このエリアがすごいギュッと詰まって筋肉を締めてる状態。その締めた状態でショルダープレスをしてるということなので、まあ、ここら辺を使って やってるといる当然なんですねななのでで当然なんですけど頻繁に使ってたら筋肉痛にななことはまあないですだけどちょっと期間がうとうわきたこんなの普段はないのにっていう感じだったわけですよ。でこれをまあ思ったのは、まあ普段やってればいいんですけどもやっぱり4050代60代の人でショルダープレスをやっててこれが前に上がってるという人は上じゃなくてねそういう人はここの後ろの今言った部分があまり使われてない収縮してなくてやってるということ。な とといううことになってしまうわけですねだから肩関節がね硬い肩,肩関節でこういかないというのもあるかもしれないしだけれどもやっぱりこのエリアがあまり収縮しないのでこれがいかないというのもあるのでショルダープレスでね、まあ、重さだけを追い求めるのはやっぱりねこの方向こめかみのこのラインで上げる方向をしっかりやっていくことによって今言った僧帽筋両頸筋健康虚筋というのが使えるので ここの部分を4、50代の人はしっかりやっていった方がいいという。で、それをやることによって、それってうのも単純にショルダープレスですね。三角筋をつけるためのショルダープレスですけど、三角筋をつけるためのショルダープレスをやっていくことによって、肩こりがかなりなくなります。で、肩こりがどうこうとか、えー、ここら辺が凝ってなんか首が痛い、頭痛がするみたいな人は、ショルダープレスをやと基本的には結構解決するよ。かなり解決しますよ。だからそれはもうショルダープレスを頻繁にやってほしいということ。軽めでいいから週2、3あった方が、そういう場合にはすぐ良くなりますね。で、あとはも もちろんこれをやっていくことがこの猫背防止になっていくのであのショルダープレスというのが三角筋をつけるためだけでなくもう猫背防止とか肩こり防止にはなってくるのでそういう意味でショルダープレスはきちんとねこのラインで上げていくということを、ね、きっちりとやって継続してやってほしいと思いますで同じようなことが結構あります。 で、そこを使ってるつもりなのに結構効いてるっていうのはあります。で、僕のあの腹筋がですね、まあ腹筋のこの腹直筋じゃなくて、腹斜筋っていうのは結構僕結構ついてるんですね。まあ自分で写真撮っても結構腹斜筋があるなと。で、やっぱりお客さんに説明しても腹斜筋がどこにあるかわからない。そこに力も入らない。あるかどうか触ってもわからないというふうにまあ言われるわけですけど、で、僕自身がこの腹斜筋を腹斜筋のためだけのトレーニング、まあそういうのも YouTube で紹介してますけれども、腹斜筋のためのトレーニング、それだけをやってるっていうは まあ紹介はしてきたりして申し訳ないですけど僕が腹斜筋のトレーニングをわざわざやってることはないのにこの腹斜筋肋骨の腹斜筋ですごいついてるんですねこれなぜかということなんですよやってないのなんでそこがつくかとでそれはですねあの普通にまずクランチとかレッグレーズをやっていくときにこれ全然僕はいつも言ってることですよでレッグレーズとかこうやってやっていくときに降りていくときにうん、っと押さえてる息を吐いてまたぐっと押さえてる この時にすごく抑えてるから使ってるんですね。腹直筋も使ってて、これで伸び縮みしてるんだけど、これの腹斜筋を、腹斜筋で肋骨をぐっと抑えてる、これで使ってるだけなんですよ。正直言うと。だから僕はあの、腹斜筋ね、この肋骨の上の腹斜筋のトレーニングは特にやってないんですけども、そういう使い方をしていくよ。腹直筋だけでなく腹斜筋もしっかりついてくるということ。で、これもいつも言ってますけど、ここの腹斜筋がしっかりついて筋力が強いと、ショルダープルスやっても、ふ こてるこの筋力がなければ前に飛び出るので体が後ろに行っちゃうというのもありますし、まあ、ブルガリアスクワットとかバックランジやってしゃがんだ時これガーッと出て姿勢がこういうふうになってしまうっていうのはあんまりないんですね。だから腹筋あやる時の本当にね筒をいつもよりちっちゃくして うややっっっっててててて締めいいいくくととののがここ腹斜筋を作っていくことに役立っていくまあ今みたいにね、他のエクササイズで役立つというのもあるんですけれども、まあ腹直筋がありながら腹斜筋があるという、まあその両方があると腹筋ってやっぱやっぱりかっこよく見えるわけですよ。だからその腹斜筋のためだけのことをやらなくても、腹直筋のね、レッグレースとかクランチを入れながらそこを締めながらやっていくという意識をね、しっかり持ってやってほしいです。腹直筋だけじゃない。頭だけでは腹斜筋も使っているぞ、締めているぞというのを描きながらグッと押さえる。まあそこの部分をね、あの、なんて言うんですかね。 筋トレのいい副作用っていうんですかね腹直筋のためだけの腹斜筋もできてしまったとかさっきのショルダープレスも三角筋をやってるんだけどこの僧帽筋両頸筋のあたりもしっかり締められて体の不具合がなくなってくるとかそういういい副産物このメリットというものを享受してほしいと思うんですね。でさらにですねさらに、あのー、似たような話なんですけど僕ねここの前虚筋っていう筋肉このね 脇の下なんですけど、後背筋の前なんですよ。で、後背筋の前で、さっきの副斜筋の中間、この中間にある前虚筋っていうのが、まあまあ発達してるんですね。この映像を見てわかる通り、ここにね、なんか、グローブをはめた指でも入ってるんじゃないかっていうようなものが、こう、バッバッバッと出てるわけですよ。で、この前虚筋が、なぜ発達してるか。まあ、今回久々にトレーニングしたら、やっぱり前虚筋が筋肉痛になりました。この前虚筋が筋肉痛にやっぱりなるんですよ。普段はなんないです。ちょっと間を空けるとなる。 で、これ何でなったかというと、大胸筋のトレーニングの時になってます。ただ、大胸筋のトレーニングでも、フラットのもの、フラットのダンベルプレス、ベンチプレスじゃなくて、インクラインね。インクラインのダンベルプレスをやってる時に、ここはかなり使われるんですよ。 これはフラットになります。インクルエンンで斜めの角度で押し上げていくと背中のアーチを描く、肩が後ろになる。で、その中で肩を押さえながらこの位置をキープしながらやっていくときに当然背中側の筋肉も締まってるんだけどこの前胸筋もギュッと力を入れて体を全体を固定してるんですね。後ろ側も固定してる。でもこの押し上げるのに対してこの下側のね、前側、前側の下側も固定することによってこれが上がらないというようなこっちにもこっちにも上がらないような感じで固定してやってるので重いのがここにし しっかり上げれるとということなんですねだから、インクラインダンベルプレスをやってる副作用、いい副作用としては、この前挙筋もついてくるというのは、まあ、あるんですね。まあ、これね、やってて分かるわけじゃないです。やってて、おお使ってる、使ってるとのはないです。 全然僕もないです。翌日になったら、ああ、筋肉痛になってるというかじこれもね、実際ね、あるとやっぱかっこいいと思うんですよ、男の人の場合は。腹筋もある、腹斜筋もある、それからここに前虚筋も出る、それから後背筋もあるみたいな。で、そうすると、その総合でかっこよくなってくると思うので、心ここ筋もね、皆さんもついたらいいなと思うわけですよ。まあ、そのためにはどうするかというのは単純にインクラインダーンベルプレスのフォームをね、 しっかりと維持するということ。アーチを描いて、肩後ろ、この肩が飛び出さないように、そしてある程度十分の重さ、10回、12回ぐらいがちょっとギリギリかなという重さでやっていくと、前虚筋、結構使うと思うんですよ。だから、あのー、やってる最中はこの大虚筋のね、上部だけのね、そこの感覚で考えればいいんですけど、フォームをきちんと取ってね、崩れない、こうやって肩が出ないというふうにやっていけば、きちんと使われますので、あのー、まあそういったようなね、本当はそこを狙って運動してるわけじゃないのに、前虚筋,筋とか、腹斜筋とか、 僧帽筋両頸筋のあたりを使ううという、まあ、これはねやっぱりダンベルとか自分の体がそういうフリーウェイト系でやってるからこそ得られるものだと思うんでなのでそういう感じでフリーウェイト系でやっていく方がその体を支えるための筋肉もしっかりできてくるだからもちろん体を支えることに役立つけど見た目もよりねディテールがかっこよくなってくるので、まあ、今はその単純につける大胸筋をつけたい腹直筋をつけたい、まあ、そういうことでいいと思うんですけど今言ったようなメリットも本当あるんだよというのもんか頭の中で少しイメリージしながらやってもらうと よりねうまくでできるんじゃなないかなと思いますので今すぐどうこうなるわけでもないしやってる時にあそこ使ってるって感じでもないんですけれどもそういうこともあるるんんだだよよそそういうふううういいいいいにもも使われててということとととここをちょっと理解してほしいと思いますそういうこともねイメージしながら知っておきながらやっていくともっともっとね体はねかっこよく美しくなってくると思いますの、ね、で今日はねちょっと知っておくというだけでいいですそれを知っておくことでトレーニングがもっと良くなっていきますのでそんな感じで頑張っていきましょうはいチャンネル登録もよろしくお願いしますインスタなどもやってますフォローよろしくお願いします ファーートレーナー、ユージでした。